こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。令和の日本人を待ち受ける3つのリスク。その2つ目で、年金制度が変わりましたと。年金は崩壊しませんが、当てにもなりません。というね、話があったんですけど、まあ、なんとさらに一歩進んで、昨日の新聞報道でね、金融庁が出した指針の内容が出てました。 大ブーイング人生100年時代に年金だけじゃ暮らせるわけがないと自分で資産を作りましょうというの指標をね金融庁が出したまあ国の共通認識として年金は老後の生活を安定させるためのものじゃないという前提はあるとしても、まあ、金融庁も思い切ったことをするもんだなというふうに思いました あんま金融庁とか厚生労働省とか気にしない人はね、まあ、国が何開き直ってんだというふうにね、怒、えー、った反論をしてるというようなね、えー、ニュースも言いましたけど、まあそういう、そういう問題じゃないと。まあなかなかないことなんですけど、まあ、例えば、ねえー、サントリーのトリスというウイスキーがあります。そしてそのサントリーは最近、ね、サプリメント事業に力を入れてます。 でまあ、今回のこの金融庁がね厚生労働省の、えー、やってるごとに、えー、あやつけたというかね、えーそれ、その役に立たんと言ったのはどういうことかというと、このサントリーの中の話でいうと、サプリ販売部がね、通り捨なんて安だけ飲んでたら寝起き悪いでしょうと。ね、えー、でも、のこぎりヤシのサプリを飲めば朝すっきり遅れますよと。ねえー トリス飲むのを減らして、えー、ノコギリヤシのサプリを飲めと。ね。まあ、なかなかこんなことやんないですよね。えー、会社の内部同士で仲悪いことはあったとしても、対外的にこういうことはあんまり言わないと。ね。まあ一方、トリスから見たら、ね、ノコギリヤシのサプリなんて飲んでもなんも効果ないですと。ね、トリスを飲んで一日の疲れを癒すのが一番ですと。 無駄なサプリ飲んでないで、トリス飲んで、えー、楽しく行きましょうと。まあ、どっちかっていうとね、金融庁のが、えー、組織の格的には上なんで、こんな感じですね。えー、主流であるウイスキー事業部が、えー、サ,プサプリいいなっそん、ね、なんか,かねえサプリ飲んでねえで、トリス飲めと、ね。それをなんと広告で打ち出しちゃう。まあ、普通やんないと思うんですけど、まあえー、今回はそれをやってみたと。ね、年金だけじゃ。 暮らせるわけないでしょうと、ねえー、自分で預金や投資をしましょうということですね。これは金融庁の主張。老後は年金で暮らそうと思ってるそんなの無理に決まってるでしょうと。あなた足し算とか掛け算できるバカなこと言ってないで銀行や証券会社で資産を作りなさいと。ねまあ、そう考えてばすごい大胆。ねえー、よほどなんか厚生労働省の えー、やり方が気に入らなかったのか、ね、逆、あるいはもう年金なんかどうせ役に立たないんだから、まあ、その分こっちの投資に回せと、ねえー、厚生労働省ばかりに天下り先増やし上がってずるいということかどうか分かんないですけど、まあ、今回はそういうね、内輪もめですよね、はっきり言って、を思いっきり出してきたと。まあ、厚生労働省の反撃はこう動きたいということなんですけどね、まあ、どっちにしてももう、 年金って、その、暮らせる云んって期待してるのはね、年金にすがんなきゃ生きていけない人だけで、まあ、年金なくてももともとね、閣僚の人たちって資産家なわけですし、まあ、年金当てにするって本当かよと、ね、自分の人生自分でなんとか生きようよというえ認識なのか、あるいはそんなのそもそも全く何も考えずに、単に権力争いに飽き揺れてるのか分かりませんけど、まあ、役に立たない、え、ー 制度であるってことはもうほぼ間違いないです、えー、そんなわけで、ね、日本の中でその年金に代わる資産を作るとか、預金をする収入を得るっていうのはもうほぼ不可能なんで、まあ、輸出ビジネスを始めて、えー、自分の未来をしっかりと生きられるように、ね、人並みの生活をできるように、えー、稼ぐ力を身につけてはいかがでしょうか。こちら、上にスクロールしてね、えー、ここに、 無料アマゾン輸出メールセミナー登録フォームがあります。メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。オーストラリアアマゾン輸出の、えー、ノウハウが無料で届きます。令和の日本人、あと10年以上生きるつもりなら輸出ビジネスで稼ぐスキルは必須です。また今動画を見ててね、ここ全然クリックもできないし入力できないという方は動画の説明欄に URL がありますのでそちらをクリックして 無料メールセミナーに登録してください。以上、副業サポーター堀秀夫でした。